ではうちの道具を見ていってください。へっ、うん、なんしょ、いつもそうだ。鎧を仕立て直しましょうか。助かった。切れ味を鮮やかにいたしましょう。きっとお気に召します。石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて、穏やかに過ごすことはあるのか。知らずも甚だしい。Ah!
なぜ僧が狙われた？狙いは何だ？応じなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。これは僧が握っていた花。目に書かれて光栄の極み。さあ始めましょう。アチを構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。
引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたす。引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。
もつさ。他に手はない。ヤギヨン発進だ。よそして発射ポルトロ。逃がしてやる。槍川を守ってくださったんですね。これでかつての遺恨が消え失せたら、あなた様のおかげです。道中気をつけよ。クロードはアザモーラを救った。もう安全だ。待たせてしまったな。畑を失ってしまうかと思いました。鍵は猛虎に奪われたのか。いえ、お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。苦しまずに死ぬという。Yeah!
諦めんぞ。やお力になれずかたじけのうございます。謝罪などいらぬわ、役立たずめ。百姓ならばあるいは。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。私一人じゃ生きてても仕方ないよ。純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。橋の方へ、武装した者と一緒に。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう、なれど。詮索はしてくれるの。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。盗人とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名は舞。我が家のかつての次女だ。3年前、盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、いとまを取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。いたぞ、舞だ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在処に行くぞ。舞と話すのであれば、浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまう。待て、見つかりたいのか。隠れろ。
近すぎる。何がいる？クロードだ！隠し場所までどのくらいだ？グライダー！クロードだ！隠し場所までどのくらいだ？そう近くはないね。間が持たないだろうから、小話でも。今は昔、茶屋で働いて、彩りもなし。ところがある日、坊主が茶屋にやってきて、一目で女と恋に落ちました。約束しますが、やがて厳しいあいつを思い出し、女に別れを告げます。
私が。タクシー場所までどうのくらい近くはないね。まだ持たないだろうから小話でも。今は昔茶屋で働く女がおられた。この人生は辛く気づかれるぞ。ところがある日坊主が茶屋に一目で女と恋に落ちました。やがて厳しい戒律を下がれ。女に別れを告げ、騙しに来てくれた女はまじない死を尋ね、その身を変えてもらいました。物の手に俺の女房も変化した。女は坊主の寺へと気づかれるぞ。坊主は気づくや否や金の下に隠れました。女は火を吹き金を溶かそうとしたところ、中の坊主は近すぎる。近すぎる。マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。わかってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたは。ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。
お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品、売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだ。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。礼を言う。舞はすでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。豊玉でやらねばならぬことがある。お主にも来てほしい。
盗まれたものを返しに来た。またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったもの。そやつはそうではなく、我らが受け入れた百姓です。ある朝気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。やつも等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。ハルゴ、Samurai yat binnik. Ja! Ja! おやめください。まだ近くにいます。そんなに近い。Yeah!
助けてくれ。逃がしてやる。あなたがいなければどうなってたことか。安全なところへ。抜かれてないぞ。前へ進むしかない。Herr Hatschbatschmitten! Da! Schiebe!待たせてしまったな。ありがとうございました。もう安全だ。心が清いの。分かった。もうこの話はおしまいにしよう。でも本当か気にならない？伝説の弓は対馬にあるのか。万が一猛虎に盗まれたら、その時に対馬は終わり。
よし。よく来てくださった。